プロ野球各球団の自主トレーニングが相次いで始まりました。近鉄に入団した注目のルーキー三沢高校太田投手が中島スカウトに連れられて合宿入り。ここが君の下駄箱だ。大物とはいえやはり新人太田君、なかなか神妙です。部屋は決まったものの、廊下までカメラマンに押しかけられて、荷物の整理もとんとはかどりません。こちら多摩川で第一歩を踏み出したのは6連覇を目指す巨人軍。早稲田のエース小坂とあののバッテリーが元気に柔軟体操、一日も早く第一線へと大張り切りです。お寿司屋さんの2階に曲がりして一人特訓に励むのは、東海大学から阪神入りした上田投手。おととし東海大学を日本一にした立役者です。目下試験中とはいえ、体作りだけは欠かしませんと、ランニングに汗を流しています。両親がつきっきりで名古屋に乗り込んだのが早稲田の矢沢選手。ドラフト会議で真っ先に中日ドラゴンズが指名してくれたとあって、両親の力の入れようは大変です。中日ドラゴンズの自主トレーニングは温暖の地知多半島の内海海岸。水原監督の頼もしそうな視線を背に、矢沢は闘志満々。対談した江藤選手の分まで打ちまくろうと、足腰の鍛錬に余念がありません。1月20日近鉄の練習開始。一人太田投手は何を考えているのでしょうか。ところがどうしてどうして、三原監督の指示のもとトレーニングが始まるや、太田の周りは報道陣の渦。とても考える暇なんかありません。期待のルーキー太田は多くの人々の関心を集めながら、未知のプロ野球でのスタートを切ったのです。